皆さんこんにちは、ナチュロパスのソサヤです。私はオーストラリア国家資格である自然医療療法士ナチュロパスとして、世界中にお住まいの方々へ総合医療クリニックとしてオンラインでの診察を行っております。さて、いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、ちょっと、個人的に、どんな生活をしているのかよく聞かれますんで、そのあたりを、紹介したいなと思っております。よく聞かれるのは、さやさんは何を食べて生きてるんですか、さやさんはどんなサプリメントを取っているんですか、このあたりをですね、今日ちょっとお答えしたいなと思っております。ナチュロパスとして、私がどんなものを食べて、どんなサプリメントを取って日々生きているのかご紹介したいと思います。興味がある方、皆さん興味あるのかなよかったら最後までお付き合いください。さて、というわけでですね、今日はですね、私ナチュロパスさやはどんなものを食べて、そしてどんなサプリメントを取って日々生きているのかということを、ちょっと語りたいなと思っております。結構聞かれるんですよね、さやさん何食べてるんですかっていう感じで私のインスタグラムをフォローしてくださっている方、一応ですね、ストーリーズの方で結構食べ物のことについて写真を上げたり、そしてレシピがある場合はレシピをシェアしたりしているんですね。ストーリーズの、ハイライトの方にも載せてますので、よかったらそちらも見ていただけると嬉しいなと思います。はっきり言って、私は働くお母さんですので、めちゃくちゃ手の込んだ食事なんてやっていませんし、手の込んだ食事だからといってそれが必ずしも健康だとは限らないんですね。なんで今日お話ししたいことは、頑張って料理、手の込んだ料理を作れとかそういう話ではなくてですね、一人の働くママとしてどういうふうに自分ケアをしているかっていう、そこを、やっていきたいなと思っております。早速なんですけれど、まず食べ物の方ですね、朝昼晩きっちりと食べています。なぜならですね、これは神経系の、健康と非常に関わっていて、やはりこの体のリズムを取るために、理想は4時間おきなんですね。4時間おきにしっかりと食べることが非常に理想とされています。なんで、朝にですね、うちは娘が毎日お弁当が必要ですので、お弁当を作る際に私の自分の、ランチも用意しますし、それから、お昼過ぎに食べるおやつですねの用意も少し用意したりします。そうすることで、いくら忙しい日でも冷蔵庫をすぐに開けるとすぐに食べれる、そういった準備が整っているわけなんですね。やっぱり忙しい時、特にそれから疲れている時ね、なんか冷蔵庫開けても料理しないと食べるものがないみたいな状態になると、どうしても、もういいや食べなくてとかですね逆にすごくどうでもいいような食事、健康じゃない食事に走ってしまいがちになってしまうと思うんですね。なので準備っていうのはめちゃくちゃ大事なんですね。ちなみにもう少し、言うと、私は、週末にですね、オンラインで食料品を、普通のスーパーですよ、オンラインでパパパパッと1週間分のもうメニューをざっくりと決めて、それに必要な材料を全部、オーダーしてしまいます。日本はどうかわからないんですけれど、オンラインでね、スーパーでオーダーしておくと、お店に取りに行ったらですね、もう車にポンって乗せてくれるような、そんなシステムがこちらはあるんですよね。なんで、それを有効活用しております。日本でもな、普通に生鮮食品とか、オーダーして、そしてデリバリーとかもあるでしょうし、取りに行くっていうのもきっとあると思うんですよね。何せ、ちょっとね、時間があったら、どこか1週間に1回でいいのに、ちょっと時間を使ってプランを立てるというのが非常に大事になります。
そうすることで疲れてね、一日終わって、そこから晩ご飯何しようというこのストレスがなくなるわけなんですね。皆さんはプランされているでしょうか？はい、というわけで、その1週間のプランを立ててですね、そこから、1週間分の食料品をゲットし、そして、毎日のルーティンとしては朝ごはん作る時についでに、ランチ、それからお昼のおやつの用意までしますよというそういう流れになるんですね。で、実際にじゃあどんなものを食べているんですかというところなんですけれども、基本的にはですね、ワンプレートをちょっと想像していただきたいんですけれども、ワンプレートのうち半分もしくは半分以上は野菜を食べるようにしています。そしてこれが理想の割合なんですよね。やっぱり健康な体、そして特に健康なお腹の健康ですね、を保つためには野菜からのビタミン、ミネラル、そして食物繊維というのが非常に大事になります。なんかどうしても自分たちが育ってきた文化って、こうご飯いっぱいのお肉丼、そしてそのサイドになんか、ちょろちょろとブロッコリーが乗っているみたいな、そういうことが、多い気がするんですよね。なんかお弁当とかもそうじゃないですか。なんかご飯丼、卵焼き、なんかミートボール、そのサイドにちょろちょろと緑の何かみたいな。これをですね、覆さないことには皆さんの腸内あんまり良くならないんですよね。なんで、ワンプレートで言うと、私は、お皿の半分は、野菜、食物繊維といったものですね。そして、残りの4分の1は、タンパク質ですので、魚とかお肉。そしてあと残りの4分の1は何かしらの炭水化物となります。ちなみに今よく聞かれるんですけれど、ご飯は基本的に玄米を食べています。ただ玄米っておにぎり作りにくいんですよね。なので、白米をちょっと混ぜたような、自分でねミックスして、白米プラス玄米、このようなご飯を食べております。あと、別にパンも食べますし、パスタも食べますが、基本的にグルテンフリーをここもう15年ぐらいやっておりますかね。そんな感じなんですよね。なんで、朝ごはんにしろ、ランチにしろ、ディナーにしろ、だいたいこのような割合がいつも取れるような、そんな食料を確保しています。やっぱり結局材料がないとこれできないので、やっぱり一歩手前ですね。何を食べるの一歩手前に、やっぱり食料品の確保めちゃくちゃ大事かなと思います。野菜のね、高騰とかもあるとは思うんですけれども、できるだけ、いろんな種類の野菜が、ちょこちょこでいいので食べれる。それが非常に理想ですし、私もそれを、日々目指してやっております。そんな感じですね。おやつはいろいろなんですけれど、基本的にこれも週末にですね、例えば、まとめてひよこ豆でブラウニーを作ったりとかですね、もしも、作る時間がない場合は、結構、なんていうんですかね、シード系とかナッツ系が入ったような、バーとかですね、クラッカーとかですね、それとフルーツ、それからあと、さっきもスティック野菜に、味噌をつけて食べたんですけれども、そんな感じでかなりシンプルです。別に手が込んでなくていいんですよ。それよりもしっかりと4時間おきに食べれているか、そして、できるだけ種類の多い、食品ですね、できるだけ、種類多く、毎日いろんな、食物繊維、いろんな、栄養価を自分の体に与えられているか、こちらに、フォーカスしています。ですが、やっぱりサプリメントは必要になってきますっていうのが、ちょっとね、前半でもお話ししたように、前半じゃないか、昨日のお話ですね。これ世界中で問題なんですけれど、土の健康、50年前と比べるとどうしても化学肥料とかですね、いろんな、
まあ、公害とか空気汚染とかもありますよね。それによって昔と比べると、土の中の、栄養素っていうのが非常に下がってきているというふうに言われています。実際に自分も、6ヶ月に1回もしくは必ず最低1年に1回採血をしてですね、自分のビタミンミネラル大丈夫かっていうのをチェックするんですけれども、やっぱりねサプリメントがないと低めになりますよね。特に鉄分だったりビタミン D、 いつも言ってるところなんですけれど、めちゃくちゃ大事なのに、どうしてもね足りない、足りている人の方が、ちょっと少ないかなっていう実感があります。日々ね患者さんを見ててそう思います。なのでやっぱりね元気よく毎日生きるためには、足りないところは、食品補助、栄養食品っていうんですかね、栄養補助食品ですね、サプリメントを使うのも、足りないよりかはいいかなというふうな考えでやっております。ですのでですね、私は、先ほどのような食事プラス、マルチビタミンミネラル、そして、それとは別にビタミン D、 そして、オメガ3を取っているんですけれども、やっぱりね働くママとしてめちゃくちゃストレスを感じる日もあるわけですよ。特に最近はですね、なんかしんどいな、結構子育て大変だなとか思うわけなんですよね。そうすると自分の体にどんどんストレスとして負荷がかかってくるわけなんです。ですけど、ストレスが溜まれば溜まるほど、残念ながらホルモンバランス崩れたりですね、いろんなところに現れるのを分かっているので、そこで防御策として、もう2つほど取っております。それは、1つはビタミン C なんですけれども、ビタミン C って免疫のためっていうふうにはよく知られているかもしれないんですが、実は実は、副腎ですね、このストレスと戦うためにビタミン C めちゃくちゃ大事なんですよ。守ってくれるんですね。ストレスと戦う人たちを守ってくれるようなサポーターのような役割をするのがビタミン C になります。ビタミン C 取るとね、やっぱ実感的に変わりますね。ストレス溜まってたら動悸とかしてたんですけど、それがなくなったりしましたので、ビタミン C すごいなと思います。そしてもう一つは、ギャバと呼ばれるアミノ酸ですよね。こちらも、直接も神経系に関わるものとして、特にこうグーッとなってるね、ストレスでうーんとなってる、その気持ち自体だったりとか、体の筋肉のこわばりだったりとか、こういったところをなくしてくれる、そんな働きがあるのがこのギャバなんですね。なんで、やっぱねこの2つ取り始めてから体がすごく楽になりました。子育てと仕事の両立本当にしんどいんですよね。もう皆さんも同じだと思うんですけれどだけれども、だからといって、それをね体がそのままね痛めつけられ続けるのはダメだと思うんですよね。なんでそんな時に、このサプリメントとかでねしっかりと体をサポートしてあげると、その日の生き方とか気持ちの持ちようとかも全然変わってくるんですよね。なんで基本的には栄養素のサプリメントを取っていますけれども、特にしんどいな、ストレスでちょっと、厳しいなと思うとき、ギャバ、それからビタミン C 取っています。参考になったかわからないんですけれど、こんな感じで私はですね日々生きています。このねギャバとかビタミン C なんですけれども、ショップではまだ出していません。非売品になっていますが、だからといってその辺で適当に買わないんでほしいんです。なぜなら、しっかりと体に有効成分が、有効成分が効くためにはそれなりの、いい品質のもの、そして、それなりの容量、決まった容量がありますので、もしね気になる方、ぜひ、コメントもしくは DM の方で、メッセージください。直接個人的に、おすすめをしたいと思っております。というわけでそんな感じでいかがだったでしょうか。今日もね楽しくやっていくためにはこんな感じで私もいろいろと頑張っているんですよ、みんなと一緒ですよというお話でございました。今日という一日が皆さんにとって素敵な日になりますように。それでは最後まで聞いてくださってありがとうございました。ナチュロパスのおさやでした。